モンスターエナジーは2002年よりハンセンナチュラルが販売、展開しているエナジードリンクブランド。モンスターエナジーはモンスタービバレッジが販売する主力商品のエナジードリンクで、北米では数十種類の味が 473ml、710ml など各種容量で販売され、その他の国では250から 550ml など国によってサイズ。 味の違うものが販売されている。日本では、アサヒ飲料が、モンスターエナジー、モンスターカオス、モンスターエナジーアブソリュートリーゼロ、ウルトラ、キューバリブレ、モンスターエーム3の7種を2012年に、独占発売している。販売終了商品として、モンスターロッシュとモンスターコーヒーがある。なお原材料にタウリンを用いる、米国オリジナルレシピは、日本の薬基本で、 医薬部外品に分類され、清涼飲料水として扱えないためエルアルギニンに変えている。カフェイン含有量は 10mg オンスで、1日あたりの摂取上限量が北米は48オンス、オーストラリアは16オンスが望まれると注意表示される。イギリスのものは注意記載がないが、薬理作用が敏感で、カフェイン中毒を停止しやすい子供や妊婦などは、 飲用を控えることが望ましいとされている。なお、日本で売られているモンスターエナジーにも、この製品には1本あたり 200mg のカフェインが含まれています。適量の飲料をお願いしますや、お子様、妊娠中、または授乳中の方、カフェインに敏感な方にはお勧めしません。都間の栄養成分表示のもとに注意書きされている。2014年8月14日、 ザコカ・コーラ・カンパニーがモンスター・ビバレッジの株式を16.7%取得して世界的な優先流通パートナーになり、モンスターはコカ・コーラの栄養飲料分野を独占的に扱うこととなった。2020年1月現在アメリカ、カナダ、ハワイ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、中国、台湾、香港、マカオ、フィリピン・マレーシア、シンガポール、 メキシコ、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、韓国、スイスなどで発売、販売をしている。モンスターエナジーを飲むということを、マザイを突っ込むと言われることもある。カートブッシュ券ブロックと彼のカルフォードフォーカス。主に、モータースポーツ領域で、スポンサー活動しており、オートバイレースでは、スピードウェイグランプリとモートジッピー。 フランスグランプリの主催スポンサーとなっている。ナスカーでは最高峰クラスのカップシリーズのタイトル。その他、メルセデス AMG F1 のチーム、ラリーでは、ケンブロックの車体ロゴをスポンサーしている。2012年10月22日に、CNBC などが、モンスターエナジー引用後の死亡例が5件、FDA に報告されていたと報じ、販売元のモンスタービバレッジは株価が、 急落しているが、死亡の因果関係は明らかでなく、FDA が調査を開始している。モンスターエナジーが含有する多量のカフェインが原因で14歳の少女が死亡した。少女は死亡するまでの24時間にモンスターエナジー、700ml を2本引用しカフェイン摂取量は 480mg で、病理解剖ではカフェインの毒性による心臓の不整無薬が死因とされている。 モンスタービバレッジは栄養飲料を世界中で80億本あまり販売しているが、同社製品が原因とされる死亡例は認識していない。ありがとうございます。